皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日ですね、ビオラとアリッサムの寄せ植えをしたいと思います。で、今日の流れなんですけど、まず第1部にですね、花の紹介と説明、第2部で実際の花の植え方、誰か第3部で植えた後の管理ですね。例えば水やりだとか肥料だとか、病気と虫の予防についてね、お話をして、最後に一言を言って終わりたいと思います。それでは改めまして、今日はですね、ビオラとアリッサムの寄せ植えをしたいと思いますが、まずビオラなんですけど、今日のビオラこれですね、こうやって黄色にね、ちょっとこう顔がこう書いてあるようなビオラさんでございますが、このビオラはですね、別名三色スミレと言います。原産地は北ヨーロッパで、スミレ科の一年草なんですね。花付きポット内なら植え付け直後から楽しめる人気の花です。花色はレッドとピンクとオレンジとイエローとホワイトとブルーとパープルとブラック、混色の9色あります。であります。それからアリッサムですね、これがアリッサムです。かわいい花でしょ。小さな小花がねたくさん咲きます。アリッサムはですね、別名スイートアリッサム、ニワナズナと呼ばれています。原産地は地中海沿岸で、アブラナ科の一年草なんですね。かわいい小花はですね、花壇や鉢の縁取りで大活躍です。花色はレッドとピンクとホワイトとパープルの4色があります。これはね、ちょうどこれ白にね赤が出てますね、ということです。このね、2種類の花をね、この今日はプランターにね、長いプランターに植え付けをしていきたいと思います。さて、1部が終了して第2部でありますが、第2部はですね、じゃあ実際の植え方ですね、どんな感じで植えていくのかというのをですね、実際に植えていきますので、皆さんもぜひねこれを見て植えてほしいと思います。まずこれが、長型のプランターなんですね。この中にですね、こういったものが入ってます。これはですね、このイボイボがついてる方を下にして、やります。でここにこう穴が開いてるの見えますかね。これが水がね、やった時にこう、ここからね必要以上の水は流れていきますんで、たっぷりとねあげていただきたいと思います。じゃこれ敷きますね。いっぱい葉っぱが落ちてますけど、これは取ってこっちに捨てます。まずね、入れるときはこのボラ土ってあるんですけど、私は大中小っていうボラ土があるんですが、中ぐらいの中ボラ、中粒のボラ土をね使っています。こんな感じでガラッと入れますよね。ガラッと入れました。どれくらい入れるんですかって言ったりするんですけど、だいたい下がね見えなくなるぐらいまで、こんな感じでね、ちょっとこう見えますかね、こんな感じです。揺すっていただければこう平らになりますからね、ということです。あとはね、これに土をとりあえず、植えるこう高さまでね土を入れていきます。感じ入れていきますよ。はい。で、花をね新しく植えるときは必ず新しい土を使うというのが一つのポイントですね。なぜかというと、例えば庭の土を掘ってね入れると、土はいっぱいありますけど、病気とかね、もう虫がいるんですよね、すでに。こういったものはですね、消毒してありますので、虫がいないんですね、ということです。で、肥料もねこれ入ってますから、軽く入ってるんですね。ちょっとガッと入れなくちゃダメですね。
感じでガッと入れます。でとりあえずねこれ入れたら高さを見るためにね一回ちょっと揺すります。だいたい平行になりますからね。こんな感じでこう揺するだけです。そして自分が植えたい花をですね、皆さんから見て奥の方から植えていきます。皆さんから見たら奥の方になる、僕から見たら手前になりますけど、あくまでも皆さんが植えるんで皆さんに見てもらうための動画なんでこんな感じで植えます。いいですか。そして根鉢をねこう取って、であんまりねこう根が張っているようでしたら、根がこれ張ってないですよねあんまりね。あとちょっと揉んで下だけねちょっと取ってもいいですね、少しでこうあの根が絡まってますからこんな感じで、皆さんの方が前なんでこんな感じかな。3株とりあえず植えます。これもね少しねこんな感じで取ってあげるといいですよね。ちょっとほぐしてあげる、まあいいかな。これが皆さんから見たら前だと思いますんでね、こんな感じでとりあえず置きます。ちょっともうちょっと右ですかね。はい、でそしてこのアリッサムをね、植えていきます。アリッサムですね。でこのあの黄色いねこう葉っぱが黄色くなっているのはもう取った方がいいんですよね、これどうせねあもう緑になることはないんですね。黄色になったらねもうあと枯れてねあの病気が来やすくなりますので、できるだけ取るということですね。で植えた後に発見した場合またその時点で取っていく、もう見たらね黄色い葉っぱを取っていくということですね。であとねこれを取って、これをちょっとねほぐして植えていきます。まあ皆さんから見てね前の方にこうなんか出るような感じ、で植えられるといいかなと思いますね。黄色いところがやっぱりありますからこれ取りますね。こんな感じで取ります。引っ張ればね簡単に取れますから、もう取ってくださいと言わんばかりにねすぐ取れますからね。大きな葉っぱがあってもねこれ取ってもらっていいです。大きな葉っぱはね太陽が入らなくなるので、できるだけ大きな葉っぱと黄色い葉っぱを取るということですね。こんな大きな葉っぱを取った方がいいですね。でこれを根鉢から取って、ちょっと下もね下だけちょっと取ってちょっとほぐして植えます。でこれも一緒ですね。これはもう下取る必要ないのでそのまま植えます。アリッサムも少しありますけどねちょっと取りました。これもそのまま植えます。はい、そうですね、これとこれが色が一緒なんで次は変えたいと思います。こんな感じですかね。はい、これでね土を入れていきます。土をねこの間にどんどん入れていきます。こんな感じですね。入れます。特にね花と花の間は結構あのこう土が入ってないことが多いので、入れ損ないがないよね。それからプランターとこの花の間も注意してほしいと思います。こんな感じでねどんどん植えていきます。であの根鉢っていうかあの根がねこう見えないように植えるっていうのがコツなんで、必ず土がかぶった状態にするってことですね。
の間にも植えます。土を入れていきます。アリッサムとアリッサムの間にもね、土がなかなか入ってないので、ここはねちゃんと入れます。アリッサムとアリッサムの間、またアリッサムと鉢の間ですね、開かないように入れてください。ある程度入れたらですね、ちょっと棒みたいなのがあればですね、こうすいてもらうということですね。そうすると土がねずっとこう入っていくので、わかるかと思います。この間をちょっとねチェックしながら土をね入れていくということですね。でこういった棒みたいなのがあればですね、こういうのでこうずっとついてもらうといいですね。土が入りやすいですよね、中にね。空白がなくなりますので大丈夫だと思います。はい、まあこういった感じでね、で一つ注意することは2つありますかね。1つ目が先ほど言いましたように花と花の間に土がないということがないようにするということと、花とね当然このプランターの間にも空きやすいので、ここも注意して入れるということですね。そして周りをですね少しこう低めにして、水がねこう対流じゃないですけど、バーッと入れた時に水がバーッと上から吹き上がらないようにですね、ここで一旦止まってまた浸透していくような形でウォータースペースを設けられたらいいかと思います。この2点もね注意されたらいいかと思います。ということでね、これは実際の植え方になり、簡単にさっと植えましたけどね。あとね、第3部植えた後の管理ですよね。ここまではもう大体植えたという感じなんですけども、この後にやることが必ずあります。これ何でかというと、まず病気とか虫とか来やすいので、こういったものでね、まあ、予防って言いますかね、もし虫がいたらこれで撃退できますので、こうやって消毒してあげるっていうのが一つ。これは、そうですね、一月に1回ぐらいこの後もやっていただければと思います。その後、虫が出たら虫用の薬剤がありますので、それを買ってきてやると、これで大体まかないだと思うんですけど、なかなか死なない場合がありますので、そういった場合は駆除をするということですね。病気なんかも、それについての薬剤があるので、聞いていただいて処理をしていただければ、花も喜ぶんじゃないかなというふうに思います。それから、水なんですけど、これ1回ですね、今から水をやりますけど、植えた後ですね、1回水をやったら乾くまで待つということですね。2回目の水はなんでかというと、花と、土がですね、土と花の根がですね、花の根が馴染むんですよね。一回水をやって乾かすと。で、馴染んだところで次の水をやると。で、その前にやるとですね、馴染まずに、枯れたりとかしますんで、そこら辺は注意していただきたいなというふうに思います。それと肥料なんですけど、肥料はですね、こういったものを植えた時ね、あげといたらいいですね、もう事前に。これは地耕性の肥料なんで、こうやるときは鉢の縁にねやるということですね。真ん中にやると根が傷むんで、縁にね一株に、そうですね、2粒ぐらいあればいいかな、やっていただければいいかなというふうに思います。
橋の方にね、できるだけ橋の方に、ちょっと離れた時はもう中でもね、あの離れたところにあげればいいかと思います。大丈夫ですかね。それとあとですね、植えた後1週間後ぐらいには、あの土と根が馴染んだ時にですね、こういった液体肥料、ハイポレックスと言いますけど、これ1000倍に薄めて水代わりにやるということですね。そしたらね、なんかピンとなって花もシャキッとなって葉も生き生きしますんで、ぜひね、これで管理をしていただければいいんじゃないかなと。あとそうですね、2回目、水やりの時はですね、水切れしたらもうまたこれも枯れますんで、水のやりすぎもダメ、それから、そうですね、からあのからかねするのもダメ、もう程よい感覚でですね、水をあげてください。ということがね、第3部、植えた後の管理になるかと思います。あとはね、まあ、肥料も先ほど申し上げました通りやっていただければ大丈夫かと思います。ぜひね、皆さんもビオラとね、アリスさんもなかなかいい組み合わせなんで、初心者の方にはもってこいの、まあ、不審なんでですね、価格もそんなに高くありません。プランターと土と肥料とこれだけやっても、まあ600円かそこら辺じゃないかと思います。それくらいで植えられますので、ぜひね、植えてほしいと思います。最後になりましたけどね、最後の締めになりますが、いつもコメントご意欲ありがとうございます。今ね、見てる方、チャンネル登録まだしてないという方がいらしたらね、ぜひ私花坂じいさんを応援してください。応援するっていうのはもう登録していただくだけで応援になります。それからあと見ていただくということですね。今ね、画面の中央に私の似顔絵が出てますので、クリックするだけです。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。